お高いあるシェフ・チークは、チェコのバイオリニスト、音楽教師、ハー・チークを略して、セブシックとも呼ばれる。ソリストや室内楽奏者として活躍し、ウジェーヌ以イ,イの共演者も務めた。ピーサクにあるシェフ・チークの記念日父親から、バイオリンの手ほどきを受けた後、プラハ音楽院にてベネビッツに指示。1870年により、モーツァルテウム還元楽団において、 コンサートマスターを務め、ザルツブルクで教弁を取る。1873年より、プラハ国民劇場やウィーンのコーミッシェオーパー並びに、リング劇場において、コンサートマスターを歴任。1875年から1892年まで、キエフのロシア帝国音楽協会で、バイオリン教授を務めると同時に、間もなく、ソリストとして、頻繁に活動するようになった。 1892年に、プラハ音楽院バイオリン科の主任教授に任せられる。長年目の痛みに悩まされていたが、1894年に、眼科肉種手術により左目を摘出した。1906年に退任後は、P セクで、個人教師を務めた。1909年に、ウィーン音楽院バイオリン科の主任教授となるが、第一次世界大戦末期の1918年に、 国籍を理由に解任されたため、プラハ音楽院に復職し、1921年に退職。その後は、アメリカ合衆国や大英帝国で音楽教師として暮らした。ピーセクにて高い。ヤン・クメリークや、ヤロスラフ・コチアン、フアン・マネン、マリー・ホール、エリカ・モリーニ・ラの門弟が成功を収めたことにより、世界中から音楽学生がシェフ・チークのもとに集まった。 また、ハルキウやロンドン、ボストン、ニューヨーク、シカゴでも教師として霊名を馳せた。シェフチークが出版したバイオリンの研究所や、双方論は、今なおバイオリン指導の筆形の書として有用である。シェフチークの生徒は分かっているだけで1000人以上おり、日本人には1920年代に欧州留学していた、林隆作、1887から1960がいる。 林は帰国後シェフチーク双方に関する本を何冊か出している。前田もシェフチークに一時期支持していた。前田は新交響楽団コンサートマスターから出発して、セミクラシックや軽音楽でも活躍し、東京放送還元楽団の指揮者として、初期の紅白歌合戦での音楽面レベルアップに尽くした人物である。シェフチークは、ある時期から演奏活動を停止しており、 レオーネシニガーリャなど、同時代の作曲家から演奏を依頼されても、レオンサメティーニなどの弟子に演奏を任せていた。また、シェフチークは、ドボジャークのバイオリン競争曲を好んでおらず、弟子たちにも演奏させなかった。バイオリニストのジャック・ティボーは、シェフチークはまるっきり魂のない機械的なシステムですが、ズバ抜けて正確な演奏をするバイオリニストを数多く、生んできたのは、 疑いのないことです。しかし、本当の才能を潰してきたこともまた争う余地は、ありませんと評しており、シェフチークの弟子であるヤンクーベリックについて、才能があったにもかかわらずセブシックの犠牲者となって、しまったと述べた。同じく、一時期シェフチークに指示していたレオンサメティーには、シェフチークの教育は、左手の使い方に重きを置きすぎており、 弓の使い方についてはかなり劣っていたと述べている。また音楽的な美しさや解釈よりも技術を優先していたとも述べており、シェフチークの前でベートーベンのバイオリン競争曲を演奏した際、音程やパッセージの明瞭さについてしか指摘されなかったと回想している。しかしその一方でシェフチークにはいかに練習するかということを学生に教え込んだ。 全てのメカニカルな問題、とりわけ運指の問題をすっかり明白、明快にしたという功績があるとも述べている。また、レオポルド・アウアーとシェフ・チークに指示したデイビット、ホッホスタインは、両名を比較して、シェフ・チークが成功に組み立てられたシステムによって、技術を教えるのに対し、アウアーは主に曲を、 どう演奏するかという観点から実に個性的に自分の考えを実演で示すのです。やる気のある学生ならどちらからも価値のあることをたくさん学べます。シェフチークは波の才能の学生を少なくとも技巧的な面に関しては優れたバイオリニストに育てることができる教師。タホアワーは非凡な才能の学生にとって理想的な教師。 一般的に言えば二人の違いは、こんな風に表現できるかもしれませんねと述べている。ありがとうございます。